ございます。ビログマス4日目かな。ちょっと朝からすっぴんで失礼します。朝じゃないんだけど今お昼なんですけど、昨日ちょっと夜更かししちゃってね、今日起きるのはちょっと遅かったので、朝ごはんコーヒーだけ飲んで、お昼ご飯飲みましたかしてちょっと食べるとこなんですけど、昨日のたこ焼きの具材がまだたくさん残ってるから、昨日のうちにいっぱい作って置いとこうかなと思ったんだけど、まあ明日ちょっと生地もね使い終わったから、明日またたこ焼きにしようってことになったので、今日のお昼もたこ焼きでございます。はい、ということでちょっとゆっくり食べながらね、作っていこうと、ゆっくり作りながら食べていこうと思います。昨日あんなに雨降ってたのに今日は晴れておりますね。だいぶ天気も良くて、このさ、あのマグネットでこのくっつけるこの網戸なんだけど、これねすごい良くて、もちくんがお外に行くとき、うち基本窓開けっぱなしにできるときはしてるんだけど、まあ基本お家にいるからね、でもちくん行ったり来たりするの好きだから、ね、今もう外で眺めてますけど、そう、日向ぼっこするの好きだから、これすごい良くてこういいんだけど、だいぶ劣化してもうビリビリに破けちゃったので、そろそろね、ほらここも穴開いてるし、ね、マジックテープでねつけるやつだからね、あのアリゾナの熱で、夏の熱でね、マジックテープもちょっとこう取れてきちゃいやすいので、そろそろ新調しようかなと思って、なんかちょっと違うバージョン、なんかこう引き戸みたいなやつもあるから、それもありだなと思ってるんだけど、ちょっとねいろいろ調べてるんで、近々変えないとね、ちょっともう大変なことになってるからね。お昼ご飯食べた後完全に寝ちゃいまして、ちょっとやることあったので少しだけやってね、ゆっくりしようと思って、あのゴロゴロしてたらお昼寝しちゃって、めっちゃ長いことお昼寝しちゃって、でもうね6時過ぎちゃいましたね。ちょうど6時ぐらいなんだけど、6時過ぎぐらいなんだけど、あの昨日のビログでも言ってた先生の、あのおじさんだかいとこかなんかが、あのこっちに仕事かなんかで来てるのかちょっとわかんないけど来てて、あのその方に、まあ、奥さんも最近ね結婚されて奥さんも一緒に来てるみたいなんだけど、一応会う予定で、でなんか7時だか8時だかちょっと遅めなので、あの、まあ、準備をしたんだけど、そろそろねそのもちくんの散歩も行きたいし、行ってからね、あのダウンタウンの、今日はダウンタウンのファーストフライデーっていうのがアリゾナではあるんだけど、あのダウンタウンのなんかお店とか、なんか なんて言えばいいんだろうな、街全体ってわけじゃないんだけど、ダウンタウンの中心のお店たちがなんかみんな集まってとか協賛してファーストフライデーっていう、まあ、屋台とか、あの 出店というか食べ物系というよりかは、なんかアーティストがブース出してテントのところでなんか小物販売したりとかしてるイベントが毎週じゃない、毎月一番最初の金曜日ファーストフライデーにね、あのそういうイベントをやってるんですけど、夏の間はやってなくて、まあ涼しい時期にやってるんだけど、今の時期はねちょうどやってる時期なので、先々月ぐらいからかな、確か12月11、10月か9月かどっちか忘れたけどから始まってるんだけど、そう、今日がそのファーストフライデーの日だから、まあ、それに行こうって話になったので、まあ、ちょっと準備したのでね行ってきます。まあちょっとぐらい様子取れるんじゃないかなと思うので、まあ興味ある人いるか分かんないけど、こういうのもあるんだよっていうのをねちょっと見せれたらいいなと思います。ということでちょっとお散歩して行こうかなと思っております。ちょっと鏡がめちゃくちゃ汚いですけれども、今日はねちょっとダウンタウンにせっかく行くお出かけなので、ちょっとあの着ていくの紹介しようかなと思って、デニムオンデニムで行きます。まだアリゾナは全然夜でもねダウンとかはいらないので、中半袖なんだけど大丈夫だと思う、歩くだろうし、デニムジャケット結構分厚めなのでいけると思います。ちょっとデニムの色が若干違うんですけど、まあまあまあ夜だからそんなね見えないかなと思います。はい、でカバンはディスクユニオンのあのなんだっけ EP のやつ、 EP 入る大きさのやつ、これすごい好きでサイズちょうどいいのでね、これ持ってきました。ちょっとあのショルダーとかつけても可愛いんだけど、まだつけきれてないの、このまま手で持ってきます。
車に帰ってまいりました。今ねもう12時半になりましたね。結局おじさんのおじさんいとこおじさんの奥さんとアリゾナに住んでるお友達、その方のお友達ね、なんかたくさん来てなんだかんだで最後10人ぐらいいたんだけど、みんなでね、私たちは皆さん初めてましてだったけど、その奥さんと親戚の人以外はね、そうみんな初めましてだったけど、みんななんかやっぱアメリカ人だからね、そういうのはもうめっちゃ慣れてるので、みんなで楽しく飲んできました。ご飯っていうご飯はあんまり食べてないけど、みんなでシェアして食べたので、はい、まあでも結構美味しかったです。初めて行ったバーだったんだけど、すごいなんか内装も可愛いし、音楽もいい音楽流れてたのでめっちゃ楽しかったです。結局ファーストフライデーなので、店みたいなのはちょっと歩いてね回っただけだったんだけど、またねゆっくり2人で来たいなと思ったので、こういう風になんていうのファーストフライデー見に来たの初めてだから、一回そのお店側としては出たけど歩いたの初めてだったので、結構楽しかったから、またね来月でも再来月でも夏前まで多分やってるはずなので、結構寒かったから、ちょっとこの時期はね夜の間はねちょっと結構かなり寒くなるので、やっぱ砂漠なのでね、ちょっと注意しないといけないですけど、はい、ということでお家に向かって帰っております。はい、お家帰ってきました。もうだいぶ遅くなっちゃって、もう1時になっちゃったんですけど、これがちょっと動画編集して昨日のね上げないといけないので、今日のVlogちょっとこの辺ですけど、帰ってきてすぐですけど終わりにしようと思います。ということで、また次回のVlogでお会いしましょう。バイバーイ。